浮上。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。2月12日金曜日。はい、というわけでね、今日も、お弁当ね売ってまいりましたけれども、何をね血迷ったか。今日はね、予約、前日予約なかったんで、ないにもかかわらず30個行ってみようかなと思ってですね、作ってしまいまして、苦しむというね感じでございました。まあ、なんとかね、SNS 等のね、あと地元のね皆様、常連さんとね、買いに来てくださって、なんとかねギリギリ、29個までね売ることができまして、最後ね1個、余ってしまいましてね。まあギリギリもう2時までね今日は粘ったんですけれどね、夕方もう5時過ぎ5時半ぐらいからねテイクアウト入ってたんで、あんまりね、遅くなったら今度はね、仕込み仕入れ等ね、間に合わなくなっちゃうんで、まあタイムアップかなっていうのでね、29個で終了となりましたけれども、第2期ねトリマン弁当、昨日もね、キャリアハイデーだったんですけれども、昨日からねもう1個、プラスで、29個でね、記録更新となりました。まあ、第1期の時はねもうちょっと、記録はねあったんですけども、2期で言えばね、過去最高ということになりましたので、まあありがたい限りでしたね。途中十何個ぐらい余りそうかなっていうようなね、感じだったんで、まあなんとか、1個余りということでね。で夜はですね、今日は結構バタバタしてまして、粘りすぎてね、仕込みが間に合わないというようなね感じで、まあ営業しながらね仕込みするという感じでしたね。でありがたいことにね、本当にご近所の皆様、常連様、等でね、店内久しぶりにね、花金らしいね花金だったなという感じで、まあ昼夜ね合算してみて、久しぶりのね、炸裂となりまして、トリマンね移動売上、トリマン売上ね移動平均線アベレージがぐわっと、浮上しまして、ようやく来たかという感じでしたね。まあ去年、昨体に比べたらですね、まだまだ、去年はまだこの時期はまだマシだったみたいで、全然届かないんですけれどもね、まあ、後半今のままの状態だと後半去年は落ち込んでたんで、まあもう後半なんで落ち込んだかと言いますと、まあコロナね第一波の影響が、中盤以降ね、去年も出てきてたみたいで、まあ数字がね、端的に表してますね。まあ、途中までね、調子良かったみたいなんですけども、そこから一気にバコッとやられてますので、で去年は、まだね、昼間は営業してなかったので2月はですね、なのでまあ2月ね、開幕した時は、ちょっと無理かなと思ってたんですけれども、これもしかしたら昼夜合算なんですけれども前年アップいけるかなというようなねちょっと手応えが出てまいりましたので、ちょっとね引き続き頑張っていきたいなと思っとる次第でございます。まあなんとかねなりそうだなという感じですね。まあとりあえずね、まあしんどいのはしんどいんですけどね、まあどんな状況下でも、まあとりあえずまあ経営者がね、最終的にはまあ経営者がね年で働きゃなんとかなるなというようなのをね、まあ、去年も実感しましたけれども、まあ、改めてね、思い知らされてるわけでございます。まあね、まあ別にその、まあ、うちは昼売ってなんとかね補填しておりますけれども、
まあ、なんだったらね、よそで働きに出てもいいしっていうようなね、感じで、まあ、どんな、やり方でもいいですけど、いいので、まあ、こういう時期っていうのはね、まあ、頭を使ってどうとかっていうのも、まあ、もちろん大事なんですけれども、もう体力勝負っていうね、のが一番大事かなというような感じですね。まあ、それをね、今改めて実感しておりますね。まあ、とりあえず、もうフルでね、回してる感じなんで、まあ結果が出てるんでね、まあとりあえず、ありがたい限りですね。はい、まあね、本当久しぶりにね、で見直してみたらね、久しぶりにね3連勝でしたね。まあ昼夜合わせての売り上げなんでね、あれなんですけれども。いつぶりかなというような感じですけれどもね。はい。で、まあ今日ね、ワタミ、居酒屋のね、ワタミさんもね、決算出てましたけれども、116億円の赤字ということでね、まあ、居酒屋業界はね、まあ、それは厳しいわなというような感じなんで、まあ、うちもね、夜の売り上げが足らないんで、まあね、足し算の法則ということで、まあ売り上げがねないんだったらね、他で作って補填するしかないということで、まあ今ね、トリマン弁当第2期トリマン弁当でね、なんとか昼間ね頑張ってるわけなんですけれども、まあ、単純にね居酒屋部門だけで言ったらね、まあワイヤーですよね、まあ、大変ですよね。まあこれはどこの、日本中ね、どの居酒屋さんもまあそうでしょうね。はい、で何個か前の、ね、動画でも、ちょっと喋ってたんですけれども、まあ、コロナ禍でも全く、ね、給料減ってませんよっていうような、ね、方っていうのが大体7割ぐらいいらっしゃるらしいんですよね。で、まあ、我々みたいな、ね、まあ、飲食サービス、宿泊、関連、ね、の方々はまあ思いっきり食らってますので、まあ、そのどちらかというともうそっちの3割の方かな方になるのかなと思いますけれども、まあ、改めてね、まあ、夜は本当に相変わらずの、まあ、今日はねまだ、マシだったんですけれども、ゴーストタウンぶりですからね。これもしかしたらね、給料減ってない方っていうのはね、まあ、今どこも行けないですからね。今日たまたま、ご来店くださった方が、10年勤続10年記念でなんぼか、まあ、1週間ぐらいなんですかね、まあ、リフレッシュ休暇みたいな、記念お休みみたいな、感じがねいただけるということなんですけれども、結局ね、まあ、今こういう状況なんでね、どこにも行けないので、まあ、家でねゴロゴロしてます、することになりそうですみたいなねお話をされてたんですけれども、これもしかしてね、コロナ禍になってから、まあ、そういう投資とかはね、全くしない人限定ですけれども、貯金増えてる人が結構多いんじゃないかなとね、今日ふと思いまして、うん、まだねそういう、まあ、我々はねお金減ってる層になるんですけれども、あ、お金は増えてるところもあるよなっていうのをね改めて思いましたし、まあ、投資関係とかねされてる方、まあ、金融資産、まあ、土地なんでもいいですけれども、資産を持ってらっしゃる方は当然こうね上がってきてるわけなんで、まあ、それプラス、使うとこがないしどこも行けないから旅行とかも行けないから、まあ、そのままね貯蓄に回ってますよっていうようなね、ご家庭も多いんじゃないかなと今日ふと思いました。まあ、ですので、まあ、地方はね、まあ、大変なのは大変なんですけれども、そういうねまだ、お金をねまだ、使おうと思えばね使える層がね、まあある一定の数ねいらっしゃるということなんで、まあそこにねピタッとはまるような、まあいわゆるね、巣ごもり需要とかって言われておりますけどね、まあ、そういうのにねズバリとはまれば、まあ、お金をね、使ってくださるというようなね感じでしょうから、まだまだね、やりようはあるかなとね今日改めて、思いましたね。まあ、あと、
まあこれもね、たびたび言ってますけれどもね、ちょっと流れが変わってきてるかなっていうのはね、まあ特に今日はね改めて感じましたね。まあだいぶ報道の方でもね、まあコロナ陽性者が減ってますよっていうのをねやってますので、まあ多少、前ほどのね、なんかな、自粛っていうのからはちょっとね、だいぶというかちょこっとねマシになってきそうな気がするので、まあ昼で引き続きですね、まあ売り上げ安定させて、コンスタントにね、売れるような形をね、まあ継続ねできるようにしまして、まあそこで、まあ何度も言ってますけれども、まあ1月がね大底だったと思いますので、まあ2月以降ね、またちょっとでもね反動戻し、戻りがねあれば、ヒルトと合算して、まあ当然あの前年よりは、まあここからね2月も中盤以降ガコッと、前年ではね去年は落ち込んでおりましたので、まああとは3月4月とどんどんね下がってきてましたので、こっからは意外とまあその低いね、コロナ禍での低いね売り上げ、夜売り上げと比べてもしょうがないんですけれども、まあ気持ちの面でねあれですけれども、まあ前年アップね勝ち取れる月がポンポンと出てくるんではないかなとね、ちょっと楽しみにしてたりしますけれども、まあいい感染ね、まあ去年の売り上げ自体がこっからは悪かったのでね、まあその悪い時に勝ってもね、まああんまりってなるんですけれども、まあそれでもね、前年アップっていうのは気持ちいいですから、こっからねまあどんどん、攻めていきたいなと思ったの次第でございます。はい、というわけでね、明日、同級生のね、同期のね、方から、会社で、ね、注文いただいてお弁当ね7個予約いただいておりますのでね、明日もお弁当頑張っていきたいと思います。ちょっと今日はね、記録なんで、記録狙いに行ったのかなっていうのはちょっといまいちよく分かんなかったんですけどね、まあちょっと、大合計しなくてね、まあ1個余り程度で済んでよかったなと思うんですけれども、さあ明日何個作りましょうかっていう感じですね。はい、でまあだんだんね、外売りしてましたらですね、まあ夜、第1期ねトリマン弁当の時、コロナ第1波の時のね、お弁当をね買ってくださってたね方々が、あまた始めたんやねっていうようなね、お声掛けをねしていただいたり、ねしていただいてますので、まあねだんだんちょっと浸透してきたかなというような感じですね。まあ常連さん方がね、まあ SNS 等でね宣伝もねしてくださっていらっしゃるみたいなので本当にありがたいなと、あと Google ねマイビジネスの方にもね投稿いただいておりますのでね、ありがとうございますという感じですね。本当、常連のね皆さんに、各方面でね助けていただいてるなと、実感するね日々でございます。はい、眠い今日はね帰るよ、今日は家に帰ります。はい、というわけでね、ご予約の方もよろしくお願いいたします。0832321619までよろしくお願いいたします。でチャンネル登録の方はね168人とね1人増えましたので、172人ね早く行かないかなと思いながらね眺めておる今日この頃でございます。はい、明日行ったらね、明日土曜日なんで明日行ったらね、ようやくね、一息つけるなという感じなんで、で、まあ週末なんでね、明日、営業終わったらね、明日ぐらいはお酒飲もうかなと思っておりますので、人参ぶら下げてね、お酒飲めますよということでね、頑張っていきたいと思います。はい、疲れました。はい、今日もねハンバーグ仕込みして帰りました。
回、仕込みがね終わりましたので帰りますと。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。